京セラ創業者の稲盛和夫名誉会長が。今月二十四日、漏水のため、京都市内の自宅で亡くなりました。九十歳でした。稲盛氏は千九百五十九年に京セラを設立。電気通信事業の自由化に対応して。千九百八十四年に第二電電を立ち上げ。二千年には、K. D. D. I. を設立しました。二千十年からは。 政府の要請を受けて、経営破綻した日本航空の再建に尽力しました。また、経営塾清和塾の塾長として経営者の育成にも努め、稲森イズムは国境を越えて多くの人の共感を集めました。